はい、どうもショータイムゴルフです。はい、ショータイムゴルフです。今回もカナンゴルフクラブにやってきております。おなじみ。好きね、カナン。そうね、好きね。今回はめちゃくちゃやばいビッグなゲストで、ショータイム史上一番緊張してるんだけど、しびれる、しびれる、しびれる。まあ、これでおなじみの、これでおなじみの、それ紛れ違い。あ、そう言っちゃう、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 間違えた。これでおなじみの、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。マギーさんです。どうも、お願いします。わざわざ持ってきてたんですか？昨日、ドンキー3店舗回ってやっと見つけました。仕込んできました。ちょっと逆だった。ありがとうございます。いや、本当ダメ元で聞いてみたら、まさかの OK ということで、はい、コラボさせていただきました。ありがたい。嬉しい。あ、本当嬉しい。はい、ランボルギーニか、ランボルギーニやね。ありがとうございます。車チャンネルの方。じゃあ負けたらマギーさんにちょっと車選んでもらって。選ぶ車やばいでしょ。まあ、買えるかどうか。普通に首吊るよ、俺。やめてください。ウガッティとか言われたらもう自殺するしかない。ウガッティほどは言わないようにします。ああ、なるほど。はい、優しい。ミラとかお願いします。ベントレーとかで。ミラ。いや、それは首吊る。まあ、いいで。前半の3ホールはマギーさんのチャンネル方で公開されておりますので、ぜひ見てください。ルールなんですけども、僕とマギーさんチーム対関東エンターチームとなっています。僕らはドライバー1本のみということで、で今どんな感じだっけ。前半が僕らが2打差ぐらいだ。そう、いや、7 2打差ぐらいだ。7ですかね。気持ちはね、気持ちは2打差だけど、実際も7打差ぐらいけど、負けないよ。レベル2でも勝ててないってことじゃあ後半3ホール頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。で、これ勝った方が、負けた方が勝った方にランチ？ランチ？縛る。じゃあ、勝った方が、負けた方が今年買う車を決める。やめよう。責任重大すぎランチにしよう。本当にやばい。責任重大すぎる。ランチにします。ランチ。はい。はい。はい。ランチで。ランチで。じゃあ、行きますか。行きましょう。行きましょう。はい。よし。これやりたかったんだよね。じゃあ、お願いします。池の。え、これズームどうやってやるんですか？いや、俺とりあえずじゃあ見るとき。あ、ここね。いや、いいよいいよ。だってどっちみち長さだから。でも人のクラブかと思う。じゃあエンター右に打っとく。で、俺がワンチャン天ぷらで。まあ、右狙って普通に左行くんだよね。普通にみんなワンオーでしょ、これは。こうやって打っていいですか？うん、いい。もうなんかやるしかないよね。普通にみんなワンオーでしょ。いやいや、でかいって言って。OB だ。あれ OB？ うん。OB だって。ちょっと追えなかった、球。あれ追わなくて大丈夫です。このショータイムさんのこの球を追うやつやりたいんですよ。どんなビッグなカメラ。これこれ撮りてえわ。ここで打つしかないよ。そうだよね、天ぷら振って天ぷらさせてどうにかするしかない。カメラやってます。やるのが夢でした。いやー、天ぷらしすぎた。いやいや、どこ？男うまいね、天ぷらちゃんと狙ってできる。あー、球追えなかった。これ難しい。誰も追えないよ。これめっちゃ難しい。今のは、うん、極端に難しい。あ、そうなんだ。乗った？でかいな。あ、いいわ、ちょうどいいわ。どこ？右の傾斜。傾斜。はい。見つからない。いや、見つからない。見つからないところにある。見つからないところにある？うん、なんだ。はい。はい。はい、待って、ちょっと落ち着けて。はい。落ち着けて。なんだ、なんか、はい、ツーショット、はい。あ、ありがとうございます。すげえ照れてる。腹立つ。腹立つノリ。すげえ照れてんじゃん。なにこれ。うざいわ、マジで。うざいわじゃないよ。ずるくないの。あー、いいな、なんかずるいよね。ずるい。ハイタッチなんかしちゃってさ。本当はユーティリティなんですけど、はい、最近全然うまく当たんないから。じゃ自信のあるクラブで7番で、はい、乗ればラッキー。ほぼいけ。俺映さないよ、もったいない。マジでもったいない。本気で怒ってんだけど。腹立つ。腹立つノリ。鼻の下5センチぐらい伸びてる。やばいやばい。地面つくぜ、そろそろ、うん、これ後ろからの方がいいか。一周するわじゃん。あ、一周はしない。不安、とりあえず打ちますね。あー、いけた。はい、まあ、しょうがない。しょうがない。
でもいいよね、シャトさんのが生きてるから。僕の球があるんだ。気にしない、気にしない、気にしない。ペヘペロ、はい、一番良くないのが池だ。はい、お、うまい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 、全然抜けないんだよ。安牌しょうがないよね、これやばいね。どうすれば。はい、缶です。前足上がりがきついですね。前足きついとかね、すべてきついよ。コツコツ行こう。絶対に左、あの池だけは避けよう。そうだね、うん、あ、でも、おお、うまい。オッケーオッケー、ナイスオン。コツコツ18頭身ぐらいあるか。19から20。ほら、一緒だよ。親指ぐらい。やば、やば。ちっちゃ。いやいや、ありがとうございます。本当に、本当に、本当にこんなもんだよ。うん、やばくね。こんなでかいんだって。ありがとうございます。うわー、むずいな、あれ。やべ。ショートティーで行こう、次から。ああ、確かに。ね。それピン方向触れます？あ、触れないかも。あ、じゃあもう、右に、とりあえず乗せましょう。ちょっと池だけ気をつけて。いや、男、それは男。いや、男すぎるだろ。やめる。男が褒め言葉っていう時点で間違ってる。おー、いい、触れてる、触れてる、うん、そんぐらい振ろう。行こう、行けに。今の倍ぐらい振ろう。あ、滑り滑り滑り。今の滑り、今の滑り滑り。いや、滑りだよ。いや滑り。あれ、あっからショーターだよ、今。滑りだよ。いや、インプ入ってる。あ、そうか、あっからショーターでしょ。あっからショーター。マジさ。いや、滑り。あ、いいよ。はい、ナイスプレー、かわいいよ。いいよ。いい、かわいい振りだった。デルデルしやがって。おー、ナイス。おー、ナイス。いいね。かわいいよ、いいよ。いいよ、いいよ、松本いいよ。お、あ、男、行きちゃった。男。あ、大丈夫。大丈夫。あ、じゃあこっち。俺らから行こうか。そっか。あ、そうそうそう。はい。うまい。あ、うま。オッケー。自分次第。後ろ。うわ。オッケー。重かった。じゃあ先行くよ。はい。はい、ナイス。オッケーだったね。オッケーだったね。出てきない。うん、オッケー。オッケー。オッケー。あ、ここ何段になった？何段？ちょっと挽回したんじゃない？1、2、俺ら6じゃない？3、4、5、6、7。あれ？1打だけ？1打だけ。7？ 挽回した。6。6？ おー、すごい。6打差になった。私の素振りが感知されちゃったから。あ、素振りだった。うん、素振りだった。素振りだった。あら、パー4500ヤード500ヤードのパー4。よいしょ。完璧だね。でも木、あ、完璧。うん、フェアウェイ。すごい。フェアウェイ。うん、フェアウェイ。フェアウェイ、フェアウェイだよ。どこ乗せるの？乗せないよ。木に当てるの？当てないよ。うわ、ちょっとこれ。あれ、なんでそっち取ってんの、さっきから。ストップ、やめてやめて。あー、危ねえ。おー、完璧。燃えた。お隣さん。お隣さん？うん。センターもう安心して、安心して右ブッパー。翔太さんと菅さんほぼ同じところ。安心して右ブッパー、うん、乗せる。今日こそ乗せる。それ誰のボール？わかんない。え、それ私のボールじゃん。あ、これ翔太。あ、もう終わり。前さん。ねえ、受ける。ねえ、受ける。それ私の今日のラス1のボール。はい、はい、すいません。ありがとうございます。
リアルにボール探してる。だから今6打差。何があるか分かんない。後半も。そうそうそう。今日は何で来られたんですか、車は。今日は自分の車で。ベンツですか、あの。あ、YouTube に載ってるやつで。ありがとうございます。見てくれて。みんなは何で来たんですか。いやもう。僕はキャロルです。キャロル知らないか。ケイトラなの今日。僕ケイトラで。まあ大丈夫だけど。ないかな。まあでも次は。全部右行っちゃう。習ってんですか。右行っちゃう理由は。開いちゃう手首が。ああ、ミクレッスンできないちょっと。最後まで。暑い。暑い。開いちゃうらしいんだけど。左。なんか打つ。振りが足んない。振りが足んない。振りが足んないの。そういうアドバイスしかもらえないですじゃあ次思いっきり振ってみよう、はい、あれドライバーきついな、うん、そうだ送ってくるわマジですかうんはい優しい優しいですよあびっくりした近いカメラの位置分かってなかったよこれで全国のショータイムユーザーがねドキッとしたことでしょう優しいありがとうございます、はい、翔太優しいってよかったねどうやったらモテますかね俺も聞きたいマジでモテないエンターコツコツ行こう、うん、コツコツ行ってさ一打巻き返したじゃんあやばい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 大丈夫ごめんなさいえ大丈夫でしょ全然じゃあ私もコツコツ7番で打とうあらあらユーティリティ当たんないからどうせあ分かんないやればできるああ素振りが美しい行きますおーおーナイス完全にやられた完璧さすが完全にやられたちょっと外すぎやったけどラッキーはい笑顔やったやべえよやべえでですやべえですすごいだってさ女性視聴者の 2% のうちの1人がマギーさんってやばくないえ、待って間違いないんですか止めてそうなんだあ、やばいんですよそうなんだめっちゃレアじゃないですかめっちゃレアですよあれ あったあった地獄あ、地獄地獄80ぐらいぐらいクラブを折るつもりで行くしかない、うん、しょうがないしょうがないしょうがない今のはやばい今日スタート前まで楽しかったいやいやいやもうちょっと抑えてすごいとこまで行っちゃうこれ多分けど行かないと思うんだコツコツ行こううんあ、行こう行こう行こう俺だここじゃないの70ぐらいいい感じ70ヤードおおすげえすごいやった乗ったあ、これメロ菅さん5打目うまいこれうまいお配送これうまい乗ったタッチ合ってきたタッチ合ってきたタッチとかじゃなくてフェアウェイが合ってきた合ってきたフェアウェイフェアウェイに出会った出会ったうんなんか今日多くないカメラのリッチ大カメラのリッチなんか顔がいっちゃってんだけど顔がさうんいや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 あれ大丈夫れちゃった近い近い近いちょっとマギーさんやってマギーさんやっててえこわ怖い怖いやばタッチがやべえないやまあゼロどこ狙いじゃあどうだろうあ大丈夫大丈夫ちょい右、うんうん、カメラ持ってる方が幸せそうですねおうまうまいあー足りなかったオッケー ごめん
うまい。俺が5打って6だからこれ入れてって7。俺がボギー。ボギー？ 5？ うまくね。うまい。今のショータもうめえ。なんでこんな投げんだよ。おお、ナイス。7。だから8打差。さっきの1打減ったんだっけ？うん。で今 2打増えた。あ、2打増えたの。うん。2打差。8打差。最後じゃん、もう次。だから最後勝ったら何ポイント？6000ポイントマイナス何か300アンダーマイナス300アンダーでいく。じゃあもう全部使えば、うん、そっち全部ドライバーそうしよう。最終、じゃあこっち全部使おう。全部使おう、うん、全部使ってトリとかだし笑えないと思う。じゃあ最後泣きの一ホールで、はい、お二人ドライバーだけで僕ら14本全部お願いします。じゃあ、そうしましょう。もう鼻の下の、はい、そうしましょう。そうしましょうよね、もう見てこの話。ああ、ごめんなさい。はい、最終ホールです。ここか、うん、こっちは14本あるから。パー4。はい、やべえ。あ、これまずいよ。4本なの。4本だけど、まだ1本ある。 OB、OB 大丈夫かな。いや相当可能性は低い。じゃあ俺シューってやつ打たないとね。うん、頑張ったよ。OK。 あ、やりますカメラ。あ、やりたい。やりたい。みんな嫌がるのね。そう。俺超カメラ触んないら触れるのも嫌だ。そんな終わったわ。真逆いった。終わった。フルフォ。結局45インチも曲がんな。やばくね。見てあるんじゃない。想像してた通りだよね。そうだ。あれ OB だわ。人のこと言ってらんないよ。おまぎさんいるからもったいな。これおお、全員 OB？ 全員 OB。 全員 OB。 でもさ、アゲンストだから俺の残ってる。残ってるあの林ある。プレスユだから、うん、頑張んなきゃ。おまぎさん OB 行かないから。うん、あるよスライス。あるよ。ほど右行かなければ。 OB あるやん。帯ないよ。ここは潔く昼飯を怒ろうよ。いやいやいや、まだ俺は諦めない。まだ諦めた。俺も諦めた。嘘。本当。なんで？ほら、終わってるよ。だって14本使えるじゃないですか。14本使ようが何しようがもう8打開いてる。いやいやいや、わかんない。まだわかんない。まだわかんない。わかんない。私のドライバーが大変なことになる。大変。あ、やべ。パットね。さっき勝手にパクったボールちゃんと返した？いやあれやばいよね。勝手にパクる人いんの？誰の音が？私の音が。美しいね。やばいね。うん。これハイタッチしたら出る出るするわ。出れるでしょこれは。出れないやついる？俺今ハイタッチさせろ。しばかれろ。しばかれろ翔太。しばかれろ。すげえ悪口じゃん。しばかれろ。ナイス。あれ落ちてくる。大丈夫。うん、大丈夫。オッケー。ナイス。ありがとうございます。乗ってく。いやけどするぜ。なんで？マギー、お昼何食べたいですか？だいたいゴルフ場は蕎麦食べてることが多いです。天ぷら蕎麦。おしゃれ。胃もたれしない。胃もたれる。めっちゃ弱いです、胃が。そうなん、肉系じゃやばいんだ、うん。お昼に食べちゃうと後半が気持ち悪くなっちゃう。皆さん何食べてんの？食わないからいつも後半ダメなんじゃない？ いつもステーキしか。いいとこ。あ、やった、戻ってきてた。はい、230。俺真剣にもうカメラドンピシャ合わせるわ。あ、そうか、ドライバーか。いや、けどうめえよ。このライン、旗のちょい右、ちょっと坂で見えません。まあまあまあ、マギ様、右行く理由が分かりました。開いてるんですか？マン開き。見せてください。またそうやって触っちゃう。もう。違うじゃん。何なんすか？鼻の下地面つくぞ。消えちゃった？消えちゃった。二人とも？二人とも。やばみで。ね、ドライバーじゃないんだよ、もう。あ、そっか。もう自ら癖になっちゃったよ。これ何ヤードだっけ。170ぐらい、うん、でも上げてない。160か。そっかそっかそっか。そう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 、もうルールもよくわかんないけど。
俺の球選んでこいつっていうね。うまい。うまい。本当にうまい。あ、ちょ風がえぐい。あ、風が強い。オッケーオッケー。任せて。今日アプローチやばい。いや、あれパターでやって。君アプローチやばいか。いや、大丈夫。今日ウェッジちゃんとしてるから。ちゃんとしてるんです。やっぱ俺アイアン持つと普通にゴルフできるんだな。アイアンは。うん、髪の毛の色は黒っすか普通に。うん。うちは黒です。今。そうそう。俺も金色だから元が。元から。会議は黒いです。ああ、バレた。テーペロ。でもこの YouTuber とかと絡みあるんですか？ないです。ないですか？初めてかも。本当ですか？ガクさんが初めてで、はい、トータイムさんが2番目で。嬉しい。嬉しい。マジで嬉しい。俺のどこだ？コラボだったら何回でもやりたい。定期的に来ていいですか？いいんですか？逆に。毎回来て。毎回来て。あったありました。8キロダメ、もう時間過ぎたよ。時間過ぎじゃないよ。5秒、あれもう5分経ってない、ね、もう経ってないよ。1分も経ってないよ。時空歪んでる。直ドラ待って、人生初ドライバーだってみんなもうやり慣れてるじゃん。慣れてはないね。それが普通みたいな。冬ならいけるけどね。こうしたらいいか。確かに球上がんないんだよ。転がしましょう。パターっぽくやった。はい。あ、うまいうまい。俺より全然うまい。俺より全然うまいよ。こんな感じでいい？フェアウェイにあるのが一番だよね。そうそうそう。ちょっとこれで天ぷらしてみて。地面から天ぷらどうやってやんの？どうやって浮かせんの？せんの歯が真っ白。俺もやばい。ホワイトニングしないと。80ぐらい。あ、俺もしよっかな。あれでもヒリヒリして嫌なんだよ。うめんだよ、さっきから。あ、上手。距離感が。惜しい。アメリカ仕込みだった。ナイス。マジでうまい。マジでうまいんだよ。この距離感。普通にうまい。普通にやったのと変わんない。話戻るけど、ホワイトニングってすごいヒリヒリしない？ああ、でも、まあまあ、そっか。商材にもよるかな。自宅でできるやつ、うん、あれどう？マウスピースにジェルみたいなの入れて、はめて、やりたいの。俺あのなんか紫外線当てるやつでやったらさ、あれ痛いかも。水も飲めなくなって。うん、痛くて、あの青い光、そうあれダメなの。家でやるやつ、歯医者さん行ってマウスピース作ってやるのおすすめですよ。家で 2,3 時間つけるだけだから、やろ、うん、そんなやろ。ホワイトニングしたらまたコラボしてくれるかな。そうホワイトニングのコラボしてもらっていいですか。あ、ライガーある。はいいや。あのパターン200万。ああ、まあ、うん、ホッケーオッケー。ナイスダボ。あ、200万のパターンだ。買ったんですか？買った？それはどうかな。すげえな、六本木に住んで200万のパターン買って。ね、六本木に住んでねえわ。六本木の 3LDK に住んでさ、200万のパターン買って、髪の毛に金までまぶしてさ。普通にうまいんだけど。うま。うまくね？ナイスタッチ。あれ？うまくね？うまくね？うまい。あれ？結局だってこれで何？これ入ってた。一緒？うん。ああ惜しい。あ、オッケー。最後ビジョンに決めてもらう。決まった。すごい。参りました。参ったわ。はい、ということで、はい、関東エンターのチームが、わかんないか、数え切れない。スコア数えてないけど、8打差で負けた。で、僕は、そう、8打差で勝利。ということで、イエーイ！ランチ、おごってもらいます。しょうがないね。参りましたよ。ほんと参りました。普通にうまい。うまいよ、ね。まだ8ヶ月、ゴルフ始めて。8ヶ月目に入りました。うま。普通うまいよね。LPGA 目指そう。だってドライバーパッドも結構うまいね。うまいわ。普通に分かった。最後に分かった。激うま。センスがいいですね、彼女は。いやいや、ありがとうございます。今日はありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。はい、めっちゃ。あ、そういうのありません、ね、ありがとうございました。じゃあまたね、やりたいですね、本当に。またぜひ呼んでください。お願いします。ありがとうございました。これ、この近く大丈夫だった？参りました。全力で参りました。
最初の勝ち負けの条件通り水を奢らせていただきます。やったー、お願いします。ありがとうございます。ごちそうさまです。すでに可愛いビリって飲んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。優しい。じゃあ そんな感じで、はい、で終わりですか。はい、来てました。ありがとうございました。お疲れ様でした。